俺と周さんは前あったら先に1時間ぐらい先に着いたんで、そうそうそう、はい、1時間ぐらい喫茶店とか行ってたと。あ、俺ちょっとエピソードあるんですけど、ハッチさんがマップを持ってて、まあその先に行く地図のねマップを持ってて、はい、なんか力入れすぎてビリッて破れたんですよ。でハッチさんが全然真顔で「いや破れちゃった」って言って、でも俺めちゃめちゃそれ面白くて、なんか怪力の人間がなんか子供を抱きしめたら締め殺しちゃったみたいな顔したんですよ、ハチさんが。話やそんな関心顔してたわーと思って。でも確かにあれボロボロビリーってやられたんですよ。いやでもね、ハッチが地図出すとね、なんかすごい実況感あったよな。なんかアーク思い出すというか、こっち行きましょうみたいな。うん、そうそうそう。それでさっきそんな悲しい顔してた。いや全然つかなかったんですよ、ハチさんが。なんか「ああ破れちゃった、ああ次ここ行きたいね」とかなんか言ってたんですけど、破れちゃったで終わるんかと思って、ちょっと面白かったんですけどね。